つまり断食をしなくても毎日飲むことでオートファジーが活性化されて細胞が若返っていく、若々しく保つことができるということになるんです。ようこそ体の小部屋、あなたの家庭の専属管理をし丸尾です。さあ今回はですね、1日1杯これを飲むだけで細胞レベルで若返っていくという飲み物をご紹介していきたいと思います。このチャンネルね、最近いろんな1日1杯シリーズやっておりますけども、今回はですね、細胞レベルで若返っていくってですね、そういう飲み物をご紹介していきたいんですね。最近16時間断食っていうのがすごく人気じゃないですか。多分ね、部員の方の中にも16時間断食やってますよって方結構多いんじゃないかなと思うんです。で、16時間断食の利点は何かっていうと、後でも詳しく解説するんですが、オートファジーっていう現象なんですね。このオートファジーこそ細胞を若返らせる必殺技になるんですけど、ただね、気をつけないといけないのが、16時間断食って人によって合う合わないが結構分かれます。本当ね、人によっては16時間断食で体調崩しちゃいましたっていう声も結構聞いてるんですよね。そこでですね、今回は断食をしないでもオートファジー、細胞の若返りができる、そんなね飲み物をご紹介していきたいと思うんです。今回も必見の内容です。ぜひ最後までご覧ください。さあ、じゃあまずですね、オートファジーについて軽く復習しておきましょう。過去にもね、このチャンネルで動画解説したこともあるんですけど、改めてねお話ししていきたいと思います。はい、オートファジーとは日本語では自食作用、自分を食べる作用というふうに言われます。これね、一言で言うと細胞の中の大掃除、リサイクル作用なんですね。細胞の中っていうのは、なんか図で見たことあると思うんですけど、いろんな部品が入ってるんですね。あとはタンパク質を作る場所でもあるんですけど、このね、出来損ないのタンパク質の不良品みたいなものができてしまって、この古くなった部品とかね、あるいは出来損ないのタンパク質とか、こういったゴミが細胞の中に溜まっていくってことが起きてしまうんですよ。で、そうなると細胞の機能が低下する、まあイコールですね、体の機能が低下する、まあ炎症が起きたりとかね、様々な病気につながっていく、まあこれ困りますよねということで、そこで活躍するのがオートファジーなんです。古くなった細胞内小器官、あるいは病気のタンパク質、これを分解して新しいものに作り変えていくよと、細胞のリニューアルですね。こういう素晴らしい仕組みを体は持ってるんです。そして今ね、オートファジーが注目されている、16時間断食が流行っているっていうのは、オートファジーによって体の老化が抑えられる、さらに寿命が伸びるんじゃないか、こういうことがね期待されてるからなんですね。まあこの話を聞くと、オートファジーガンガン起こしていきたいよと思われると思います。で、このオートファジーを活性化させるための一つの方法が断食なんです。でもね、大事なのは、断食以外にもオートファジーを起こす方法っていうのはいくつかあるんですよ。例えば特定の成分を含んだ食べ物、あるいは飲み物を摂ることでオートファジーを活性化させる、こういう方法もあるんですね。そこで今回はオートファジーを活性化させる飲み物、これをねご紹介していきたいと思います。はい、その飲み物とは何なのか、これね、最近このチャンネル見てくださってる方ね、またあれですかってなるかと思うんですが、そう、緑茶なんです。緑茶、オートファジーも起こしてしまう、本当に奇跡の飲み物を言えますね。はい、具体的にはですね、緑茶に含まれる EGCG、 はい、これもまた出てきました、エピガロカテキンガレットですね、 EGCG、 これがですね、オートファジーを活性化させてくれるってことが分かってるんですよ。オートファジーがね、発動する経路、まあ酵素の経路っていうのがありまして、ここにね、AGCG が関与していて、それによってオートファジーが活性化されるということが分かっています。つまり断食をしなくても毎日緑茶を飲むことでオートファジーが活性化されて細胞が若返っていく、若々しく保つことができるということになるんです。いやー、本当に緑茶ってすごいです。さあ、じゃあね、緑茶一体どれぐらい飲めばいいのってことなんですけど、これね、なかなかオートファジーとの観点から具体的な量を示すっていうのが難しいんですね。ただ緑茶ってオートファジーだけじゃなくて、他の健康効果も様々ありますし、すごくね研究がされていて、でいろんなデータを見る限りですね、基本的に飲めば飲むほどいいと
1日1杯よりも2杯、2杯よりも3杯、3杯よりも4杯っていう形でですね、飲めば飲むほど健康効果が高まるということが、いろんなデータを見ていると言えます。まあ、ただしですね、とは言っても、緑茶にはカフェインが入っていますので、そのカフェインの上限量を考えると、まあ、いくら飲むとしても1日10杯まで。まあ、10杯って相当な量だと思うんですけど、まあ、なんで常識的な範囲内であれば、もう飲めば飲むほどいいと言えるんじゃないかなと思います。それではここで少し告知をご覧ください。管理栄養士マロの公式 LINE 配信中です。登録して10秒で答えられる診断を受けますと、あなたのお悩みに合ったマガジンが配信されます。マガジン配信後は添加物ガイドブックやビタミンミネラル図鑑など合計10個の特典が用意されていますので、興味のある方は概要欄から友達追加してみてください。はい、ということでね、今回オートファジーを起こす飲み物緑茶解説してきましたけども、まあ、もちろんねファスティングもいいんですよ、すごくいい。ただ16時間断食の場合ね、毎日空腹の時間ができてしまう、これがね問題だったりするんですよね。人によっては体に負担を図る場合もあります。まあ、これだったらね3日間のファスティングで短期集中でやってしまった方が負担はね少ないんじゃないかなとも思うんですよね。またこの辺の断食のお話もね改めて動画でしたいと思っています。それでは最後にこちらのコーナー参りましょう。コメント紹介のコーナー。以前アップしました血圧を下げる飲み物ということでココアをご紹介しました。たくさんコメントをいただいております。まずは一番いいねを集めた部員の方がこちら、しじみちゃん7いいね獲得おめでとうございます。可愛い名前ですね。薬と違って副作用がないっていいですね。そうですよね、やっぱり薬ってすごく効くんだけども、これがね表裏一体で副作用も生んでしまうっていうね、ここがデメリットなんですよね。そういった意味では薬ほどではないにせよね、機能的な成分を持った食べ物を摂る、飲み物を飲む、これによって体を喜ぶにつなげるっていうのはぜひね、あの多くの人に実践してほしいなと思いますね。続きまして僕が一番気になったコメントがこちら、ゆかさんありがとうございます。ダイエット中でチョコレートの砂糖が気になるので有機カカオ 100% を食べたりしています。生産地域を助ける活動をしている会社のチョコレートを買うとボランティアしている気持ちにもなって、数あるチョコレートを厳選しています。いやー、素晴らしい買い物の仕方をされてらっしゃいますね。まあ、最近僕もね動画でたびたびお伝えしていますが、食品を選ぶとき、もちろん自分の体のためを考えて選ぶってことも大事ですけども、地球上のね他の誰かのためとか、あるいは地球環境のためを思ってね選択をしていく、こういった基準をね持って買い物されてる方は本当に素敵だなと思いますし、僕もなるべくねそういう選択をしていきたいなというふうに考えています。ということで今回の動画は以上でございます。いつもご視聴くださりありがとうございます。今回の動画楽しんでいただけた方、参考になったという方はぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。